俺だ。ついに禁断の書を手に入れたぞ。この禁断の書さえあれば、俺は ナルト、盗まれた禁断の書。今日はおかげさまが大名との閣議に出席されているので、代理官のホタテ様から任務を発表していただきます。ではホタテ様。かかし隊第7班の次の任務は、任務は温泉宿の宴会準備、この八茶通りのドブ掃除、それから便所に落ちたマダムの指輪探しだ。便ダメー、そんなのノーサンキュー。もっと活躍できるのがいいってばよ。もうめんどいやつ。同意見だ。最近の任務は手応えがないものばかりだしな。こらナルト、ホタテ様になんて口の利き方するんだ。大体お前はまだペーペーの新米だろうが。波の国の一件でCランクの任務を成功させたからって調子に乗るんじゃない。ふぅ、イルカ先生俺の活躍見てねえからそんなこと言うんだってばよ。イルカ先生の言う通りだ。お前らはまだ D ランクの任務で十分だ。早くこいつらに任務を8回やらさないと中任試験を受けられなくなっちまうしな。だってお前だけ特別扱いはできん。大体任務ってのはな、それ相応の忍術を身につけて一つずつランクアップしていくもんなんだ。わかったってばよ。それ相応の忍術を見せりゃいいんだな。よく見てろよ。なんか嫌な予感。多重影分身の術、進化版、名付けてチューリップの術。あんたって最低。このうすらトンカチめ。ああ、嫌な予感的中。おいこら、誰がそんなくだらない術を見せろって言った。なんだってばよ、鼻ジブーのくせに。あんまり舐めるなよ。大変です。どうしました、ナマコ先生。ホカゲ様の禁断の書が盗まれました。なんだって禁断の書が。こりゃまずいな。ホカゲ様が出張中だって時に。くそ。ははーん、匂うわね。昨日風呂入らなかったからな。やっぱ匂う。誰もそんなこと言ってない。ナルト、早く出しなさいよ。ん、どうせあんたでしょ禁断の書盗んだの。違うってばよ、そんなこともうしねえってばよ。そうだな、ドベには無理だ。なんだと。ホカゲ様が出張している間は警備が強化されているはず。侵入するのはそう容易なことじゃない。ドベにはまず無理だ。ドベって2回も言うな。確かにな、ドベ。トラップが張り巡らされている家に侵入し盗みを働く、これはかなりのやり手だな。その禁断の書ってどんなことが書いてあんの？禁断の書、それはな、それは俺にもわからん。知らねえなら間を取るなってばよ。ま、ホカゲ様が保管していた書だからな、相当危険なもんと見て間違いないだろう。きっと多重影分身みてえなすげえ忍術が書いてあるはずだってばよ。そんなものが里の外部に出回ったらやばいことになるぞ。弱ったな。その任務、この私、かかし隊第7班に任せてください。やったー、そういう任務を待ってたんだってばよ。禁断の書を取り戻して里の英雄になるんだってばよ。久しぶりに楽しめそうな任務だな。しかしかかし先生、普通に考えればこれは C ランク以上の任務。こいつらにはまだ早いんじゃ。そうよそうよ、危ないわよ。大丈夫だってばよ、イルカ先生。
いざとなればこの俺が足を引っ張るんだろ。そうそう、足を引っ張るって。なんだよこの野郎。ちょっといい加減にしてよね。イルカ先生、心配はいりませんよ。こう見えてこいつらもバリバリ成長してますから。そうですか。事態は急を要する。やむを得ん。私からおかげさまに伝えておく。この任務、カカシ隊第7班に預けよう。ありがとうございます。頼んだぞ。とは言ったものの、てめえ、サスケのクソったれ、サスケのクソったれ、サスケのクソったれぶっ殺すぞ。やるなら死ぬ気でかかってこい。もうナルト、あんたうざい。なんで俺だけなの。ま、どうにかなるだろう。よし、カカシ隊第7班、これより禁断の書奪還任務を開始する。うわぁ、暴れるぜ。どこだってばよ。ちゃっちゃりちゃりちゃりちゃん、ここにやろう。こんちくしょう。ちょっと何やってんのよあんた。はっ、そこか。ふん、なんだ、猫か。って、何かっこつけてんのよ。ふん、うすらトンカチが。頼むから街中で手裏剣を使うな。マジで危ない。だってじゃない。しっかり操作しろ。操作って言っても何から始めたらいいのかな。まずは聞き込み操作だな。でもどこから手をつけたらいいのかしら。現場百遍って言うからな。とりあえず現場周辺の聞き込みだ。とはいえこんなに人が多いんじゃね。どうしたら。それは片っ端から聞いて回ればいいんだってばよ。はあ、ナルトはいいわね、単純で。でも深夜の犯行だから目撃者探しも難しいだろうし、おかげさまの留守中を狙ったってことは里の情報に詳しい人ってことになるわね。さすが桜だ、沈着冷静な対応だな。あ、そういえばどうした、ナルト。昼飯まだ食べてないってばよ。腹が減っては任務ができぬって言うし。さすがナルトだ、意外性ナンバーワンならではの発想だな。たく、緊張感がないんだから。ま、ナルトが言うのも一理ある。この先何が起こるかわからんし、食える時に食っておくのも鉄則だ。やった、ラーメンゲット。あんた、もっとゆっくり食べなさいよ。うめえ、やっぱり一楽のラーメンは最高だってばよ。毎日食べてるくせに。おい、口に物入れて大声出すな。あれ、先生は食べないの。俺はいい、ダイエット中だ。あー、そうなら遠慮なく。ところでさ、おっちゃん、この辺で怪しいやつ見なかった。安直ね、そう簡単に情報が。それならこの先の天狗山の近くで怪しい人を見かけたって。え、あるの。展開早すぎ。で、どんなやつだった。早めに聞いたんだけどな、何でも見るからに怪しい格好で泣きながら人を殴ってたらしい。泣きながら人を殴ってた。怪しすぎるってばよ。それはいつ頃の話ですか。あやめが出前に行った時だから、ついさっきのことだ。それならまだ遠くまでは行ってないはず。早速現場へ行ってみるってばよ。禁術は誰にも渡さねえ、禁断の書は俺が絶対手に入れる。どうしたのかしら、あんな真面目な目をしたナルト久しぶりに見るわ。カカシ先生。どうした、ナルト。食ってすぐ走ったから横っ腹が痛くなってきた。そんなことだったの。たく、世話の焼けるやつだな。水。バカはほっといて、さっさと行きましょう。なんだ。マックス、ありえない。どうしたんだ、何があった。あっちに怪しさこの上ない人が。そいつに私マックス
何を見せられたんだ？禁断の書か。伝説的に恥ずかしいポージングで飛び出せ青春って、しかも私にも同じポーズを強要したの、ありえない。ん？青春？で、そいつはどこへ行った？なんか変なこと抱き合った後、ありえないスピードで去っていったわ。聞けば聞くほど怪しさ満点ね。最後にもう一つ聞くけどさ、そいつはどんな格好してた？おかっぱで、眉毛が激濃ゆで、ピッチピチの全身タイツ。思い出しただけで、うわ、伝説的に気持ち悪い。やっぱりな。加賀先生、追いかけるってばよ。そうよ、そいつ絶対変質者よ。変質者か。ガイが聞いたら怒るだろうな。怪しさマックスだが、そいつはシロだ。え、なんで？だって怪しすぎるってばよ。確かにありえないくらい怪しいかもしれないが、そいつは多分、いや絶対に犯人じゃない。なんでわかるんだってばよ。そいつは俺もよく知ってるやつだ。知ってるだと？しかも俺と同じこの里の住人だ。ありえない。この数日後、ナルトたちはガイと中忍試験会場でめでたく対面を果たすが、リアクションに困るほどのショックを受けるのだったのだった。あいつもマックスありえないけどな。でもさ、怪しい人ってカカシ先生の知り合いだったのかよ。お前らもいずれ会うことになるだろうがな。会いたいような、会いたくないような。もう慣れちまったけど、カカシ先生の髪型も相当怪しいってばよ。やっぱ俺はお前が嫌いだ。この里の住人ってどうして変なやつばっかりなんだ。よし、加賀祭第7班、今までのはなかったことにして新たに聞き込みを開始。あいあいさ、その遠足のようなテンションはどっから来るのよ。とりあえず貯水槽周辺から始めるか。ナルト、そっちはどうだ？全然ダメ。さくらちゃんは？ダメ、手がかりなし。ほら、どうしたお前ら、まだまだ手がかりはつかめてないんだぞ。でもここまで聞き込みしたってのに、目撃者が一人もいないなんて。まさかもう里を出てしまったんじゃ。それはないな。おかげさまが出張されてる間は障壁の警備が強化される。この防衛線をくぐり抜けるのは俺でもちょっと難しい。じゃあまだこの里のどっかにいるってこと？そういうこと。早く見つけないと。禁断の書に書かれた術をマスターされちまったら厄介だぜ。しょうがない、この術を使うか。あの陰は忍法を口寄せ。人間？そうか、その手があったのか。追尾専用の口寄せの術。しかもこいつは人間の中でも最も鼻が利く。でも手がかりがないのにどうやって？あ、禁断の書。ピンポン。ほかげ様を管理していた禁断の書にはわずかながらほかげ様の匂いが染みついている。すげえ、やっぱかっこいいってばよ、加賀先生は。だったら初めからやってよ、シャンなら。お、早速鍵つけたみたいだな。どうぞ。シャン。ありがとうよ。もう帰っていいぞ。どうやらすぐそばにいるらしい。お前らから目標が見えるか、オーバー？はっきりは見えないが、気配は感じる。オーバー。私の位置からは顔までは見えないけど、手に何か持ってるみたい。オーバー。間違いない。お前ら準備はいいか、オーバー？いつでも行けるってばよ、オーバー。俺もだ、オーバー。私もオーバー。コート、よし、やれ。あーれなんだ。やった、捕まえた。
いたら容赦なく刺すからね。意外にあっけないな。加賀先生やったってばよ。俺たちやったってばよ。禁断の書か。一体どんな禁術が書いてあるのかな。きっと影分身のすげえ術だってばよ。って、なら変わり身の術。変わり身だと。やはり忍びの仕業だったか。くそ、あと少しだったのに。絶対逃がさねえ。必ず捕まえてやるってばよ。どこだ、どこにいる。落ち着け。この任務の最大目的は禁断の書の奪還だ。深追いするなよ。気配を消しやがったか。今逃げ出すために術を使えば気配でバレる。相手もバカじゃなさそうだ。ま、その分遠くにも逃げられんがね。ねえ、どうしたんだってばよ、さくらちゃん。これ、何？これは、これってば、犯人の血だってばよ。でもさ、でもさ、なんでこんなところに血が垂れてるんだってばよ。もしかして、犯人はもう禁断の書を見ちゃったんじゃ。その可能性が高いな。なんや、そりゃまずいってばよ。アルト、ちょっと落ち着け。そうよ、あんたが騒いだところでどうにかなるわけじゃあるまいし。あ、でもさ、でもさ、気が散るんだよ、ドタバタ忍者。うっせんだってばよ。おめえなんか、おめえなんかな、これボケ。加賀先生、どうした、さくら。こっちにも血の跡が。なんだって。かなりの出血量だな。大方術に必要なチャクラが限界を超えちまったってとこか。禁術に体が負けちゃったってことね。印を結んだだけでは忍術は発動しない。中には命と引き換えなんて術もある。禁術を紐解くってのはそういう覚悟が必要なんだよ。難しいことはよくわかんねえけど、要は危ねえ術だってことだろ。でもその分強え。お前今良くないことを考えてるだろ。やだな、そんなことないってばよ。そんなことよりこの血をたどって早いとこ捕まえようぜ。何？何この気持ち悪い声。そこだ、スララ。だからむやみに手裏剣を投げるなって。いや、なんだ。いたぞ。よし、捕獲しろ。動くな、逃げたら殺すぞ。ちょっとタンマ。タンマはなしだってばよ。てめえはキュービの。アカデミーの落ちこぼれがいい度胸じゃねえかよ。おめえさ、この額当てが見えねえのか。俺ってば今は立派な忍者なんだよ。立派かどうかはわからないけどね。ほざくなやつ、ガキ。お前ごときにこの錦様が捕まるとでも思ってんのか。あんたの情報がいつのものか知らんが、一つ言っておく。ナルトは強えぞ。おそらくあんたよりな。お前はシャリンガンのカカシ。どうでもいいけど、すごい量の鼻血が出てるぞ。大丈夫か。これはおい、そこの禁断の書をよこせ。ダメだ、これは。ダメだ、よこせ。ダメだ、よこせってば。よこせ。禁断の書が。はい、ナイスキャッチと。やったー。よーし、これで加賀隊第7班禁断の書奪還任務無事終了と。お前らよくやったぞ。あの書さえあれば俺は。まだなんか言ってるみたいだけど。頼む、俺は続きが見たいんだ。あとちょっとで読み終えるんだ。頼む、見せてくれ。いくら禁術の印の結び方を盗んだところで、己のチャクラをコントロールできなきゃ命を落とすことになるんだぞ。でもさ、でもさ、全部じゃなくていいから禁断の書をちょっとだけ見せてくんない。取り返したのは俺たちだ。ダメだ、禁術は公害無用の。禁術？ちょっと待て、禁術って何のことだ。そりゃこの禁断の書に書かれている禁術のことだろ。その書にそんなことは書いてないぞ。だってあんたが盗んだのっておかげさまの禁断の書でしょ。まあ禁断の書って言えば禁断の書だが。うわ、加賀先生が禁断の書。私いらない。これはなんだ、何が書いてあるんだ。
なるほどね。だからなんだってばよ、気持ち悪いな。これはな、イチャイチャパラダイスの生原稿だ。あ、何、嘘でしょ、禁断の書って。これ禁断は禁断でも18禁、つまり未成年の閲覧を禁断する書ってことだな。何、それであんなに鼻血が。嬉しい、バッカみたい。くったらねえ、俺は帰るぜ。俺は任務の報告書を提出するついでにこの男を引き渡してくる。ってことで今日はこれで解散だ。サスケくん待って、一緒に帰ろう。立ち直りの早いやつだな。この野郎。ん、どうしたナルト。ふざけんな、何が禁断の書だ。せっかく新しい術が覚えられると思ったのによ。ずいぶんやる気だと思ったら、そんなこと考えてやがったのか。だって俺ってばもっと強くなりてえの。そんなに強くなりたいんなら俺が朝まで付き合ってやろうか。きつい修行に。それはやだ。はっきり言うね。さくらちゃん待ってってばよ。なんていうか、俺やっぱあいつ嫌いだ。それではですね、収録も無事に終了いたしました。ということで出席を取ってから帰りましょう。名前を呼んだらですね、呼んだらじゃないですよ。名前を呼んだらですね、元気に答えるように。いいですね。はい、それから今日は CD の初回1枚目なんで、ナルトを演じるようになってからね、口癖になってしまったことは、思わず口癖になってしまった、そういう言葉を添えてくれたら、先生は嬉しいな。ということです。それでは渦巻きナルト、やっぱりだってばよの竹内純子、内葉サスケ、そうですね、強いてあげるなら、ふん、杉山紀明、春の桜、シャンナロン、中村知恵、この浜る、それでもこれ大谷久恵、奈良しかまる、めんどくせえ森久保祥太郎、山中井野、サスケくん、ゆずきりょうか、色っぽいな、秋道長治、伊藤寛太郎です。大変ですね、食べながらね。あ、犬塚キバ、赤丸、鳥海康介、ヒューガ日向、ナルトくん、水木奈々、一楽あるじ手打ち、毎度朝倉英介、ギャル、コグレーマ。それではですね、今回のゲストの皆さんに移りたいと思います。ナルトの収録現場はいかがでしたでしょうか。では錦、はい、うわ緊張する。すごいテンポ良くてすいません、正直乗り遅れました、長井和也でした。はい、ありがとうございます。代理官ホタテ、代理でも偉いのです、いいアツシ。マックスなお嬢さん、普段は一楽のあやめです、細野正代。はい、どうもありがとうございました。本日の授業はイルカこと関俊彦でした。特別講師のかかし先生、いかがでした。まあサスケ、もっと頑張ろうな。くそ、今度はシャリンガンで井上さんのアドリブをコピーしてやる。あれ。ということで畑かかし、井上和彦さんでした。はい、皆さんどうもお疲れ様でした。お疲れ様。よし、じゃあ打ち上げに行く人手を挙げて。はい、はいはいはい、何食べたい。いっぺんに言うな。